はい、今回はですね、当ブログのライターであるのすけさんが作った、ジョットガンドラゴンを使ったループについての紹介になります。のすけさんのツイッター概要欄に貼っておきますので、質問等ありましたら、のすけさんのツイッターフォローして直接聞いてもいいかなと思います。ぜひフォローしてください。そんなわけで、デッキレシピ、今画像に出てると思うんですけど、デッキレシピについての解説はブログの方にまとめてありますので、今回はどうやって動くのかについて解説していきたいと思います。で、このデッキの核となるカードが2つですね。ジョットガンドラゴンとベールバビロニアがあります。ジョットガンドラゴンは、ジョーカーズを自分の手札から捨てた時、そのクリーチャーのチップ能力を一つ使ってもいいっていう効果があります。チップ能力というのは場に出た時の能力ですね。で、もう一個、ベールバビロニアなんですけど、こいつはですね、自分がカードを1枚引くとき、1枚の代わりに2枚引いてもよい。そうした場合、自分の手札を1枚捨てるっていう効果を持ってます。例えば、ベールバビロニアがバトルゾーンにいるときに、まあ、ターン開始時のドローするよね。で、ここのドローが2枚になります。2枚になる代わり、まあ、1枚捨てないといけないと。だからもし、ベルバビロニアがバトルゾーンにいるときに3枚引ける場合は、6枚引いて3枚捨てるっていう効果になります。で、この2つの効果を使って何するのかっていうと、まずバトルゾーンにジョラゴンとベルバビロニアを用意してください。で、もう1個ですね、自分の手札に、まあ、バトルゾーンに出たときにドロー効果を持つジョーカーズを1枚以上は持っといてください。まあ、このデッキの場合はツタンカーネンかヘルコプタかデッドソードですね。こいつら持っといてください。まあ、持っといてくださいって言っても、正直、ジョラゴン出すときに、バトルゾーンにあったカードを手札に戻せるので、まあ、ぶっちゃけバトルゾーンにあっても OK ですね。で、動き方なんですけど、まずジョラゴンで相手を攻撃してください。で、攻撃するときの効果で、カードを1枚引いて、その後自分の手札を1枚捨てるっていう効果を持ってるんですけど、まあ、ここもベルバビロニアの効果で2枚引いて、代わりにベルバビロニアの効果で1枚と、ジョラゴンの効果で1枚。だから合計2枚捨てることができます。で、ここでさっき言った通り、ツタンカーネンかヘルコプタかデッドソードですね。ドロー効果のあるカードを捨ててください。で、すると、ジョラゴンの効果で、そのクリーチャーの場に出た時の能力使えますので、まあ、例えばデッドソードを捨てた場合は、自分3枚引くことができますので、ベルバビロニアの効果で6枚引いて3枚捨てるってことができます。で、ここで捨てる時にさらに手札ドローできるカードを捨ててください。で、するとまたこうやって引いて捨てて引いて捨ててを無限に繰り返すことができます。ちょっと待って、水こぼした。で、それでですね、手札にゲラッチョ男爵、ヘイッキー、アイフォーミュラテンの3枚を揃えてください。で、ここで、ヘルコプター、もしくは、デッドソードですね。要は複数ドロー効果を持つジョーカーズを捨ててください。2枚以上引けたら大丈夫です。で、何するかっていうと、ベールバビロニアのマステル効果で、ゲラッチョとヘイッキーを捨ててください。で、そこでまずヘイッキーの効果でジョラゴンを対象にして、手札からアイフォーミュラテンを場に出します。で、2つ目、ゲラッチョの効果でアイフォーミュラテンをタップします。で、すると、単終了時に自分の手札が10枚以上あれば、エクストラウィンということで、まあ、流れを説明すると、めちゃめちゃ引いて、アイフォーミュラテンとゲラッチョとヘイキー揃えて、ゲラッチョヘイキー捨てることで、アイフォーミュラテンをタップ状態でバトルゾーンに出して勝ち。こういう流れになります。興味ある方はぜひブログの方もチェックしてみてください。では。